こんばんは、ギャルになりたい人妻そらです。今日は、加納姉妹の Spotify が面白いっていう話をしたいので、ファビュラスな格好で来ました。よろしくお願いします。友達にですね、前ね、おごるおごられるの話をしてたんですよ、これリアルな友達にね。で、私たちの時代ってこうだったよねみたいな話をしてて、そういう話をしばらく前にしてたんですよ。で、この間ね、久しぶりに連絡が来て、加納姉妹が今ラジオやってて、その話してたよとか言って教えてくれたんですよ。加納姉妹のファビュラスワールドだったかなっていう、スポティファイがあるって教えてもらって、聞いてみたら、めちゃめちゃ面白かったんですよ。で、なんとね、その加納姉妹が、主に京子さんがですね、やっぱり怒られるのが当然っていう時代は終わったと思いますっていうふうにおっしゃっていて、もう京子さんがね、おっしゃるなら間違いないってね、思いましたよね。加納京子さんもそういうふうに情報をアップデートしてるんだ、すごいなって 思いまして。はい。で、その内容はね、もう私の中で何て言うんですかね、満足したんでどうでもいいんですけど、その加納姉妹の、ファビュラスワールドが面白いっていう話をメインに、今日はしたいんですが、まずね、オープニングがね、いいんですよ。これある特定の年代の女性に刺さるのか、それとも今の女性にも刺さるのか、ちょっとわかんないですけどね。オープニングの音楽がこう流れ始めるとですね、たとえ100万人が楽しそうにしていたとしても、そこに楽しめるものが一つもない。この世にたった一人のあなたは無理に笑うことはありませんっていう言葉からね、始まるんですよ。よくないですか？ 私はね、すごいいいなって思ったんですよね。で、加納姉妹のファビュラスワールドっていうこうタイトルコールが流れるんですけど、素敵だなっていうふうに思いまして。でね、その中で、13回目だったと思うんですけど、不特定多数の人に嫌われるのが怖いあなたへ、みたいな、回があったんですね。で、これについてちょっと思うところがあって、こう見てる皆さんどう思うのかなっていうふうに、思って今日は Vlog 撮ってるんですけど、相談者の方が、いろんな人に、これやったら嫌われるんじゃないかって思うから、ビクビクしちゃってね、好きなことできませんみたいな、そんな相談内容なんですけど、で、もちろんね、加納姉妹の答えは、不特定多数の人にね、嫌われることなんかね、気にしてても、人生の無駄ですよっていう回答なんですけど、実は私、逆の悩みというか、逆の恐怖心を持ってまして、不特定多数の人に好かれるのも嫌なんですよ。嫌われるのはね、もちろん嫌われない方がいいに決まってますから、嫌われたくはないんですけど、平たく言うと、関心を持たれることが怖いんですよね。だから好きでも嫌いでもこれ同じ話だと思うんです。好かれるのが嫌い、嫌われるのが怖い、同じかなっていうふうに思うんですけど、これやっぱりね、HSP だからなのかなっていうふうに思うんですよ。で、できるだけ、人にね、こう、なんていうんですかね、誰かがこう思ってるから、こうしようみたいな風に、行動の理由をね、人を原因にしないようにしようっていうのはね、心がけてるんですけど、やっぱ思いもよらないところで、自分に関心を持たれてるっていうことに気づくとね、すごいね、嫌になっちゃうんですよね。耐えられない、嫌だみたいな風にね、なっちゃうんですよ。で、HSP っていうのは、5人に1人はね、そのぐらいの、特性を持ってるっていうふうに言われますから、全然珍しいことではなくって、多分ね、私の周りのお友達はみんな HSP なんですよ。なんでかっていうと、やっぱりHSP の人って、人の気持ちとかをすごく気にするというか、読み取れちゃうので、やっぱりその人が気持ちよく過ごせるようにっていうふうにこう配慮してね、生活をしてるんですよね。なので、やっぱり自分もその気を使う分、相手というか、その一緒にいるお友達も、同じように気遣える人が増えてくるというか、似たような人をね、引きつけると、
思うんですよ。でも、みんなやっぱりキャパがね、狭いんですよ。自分がこう気持ちいいと思える範囲っていうのがすごくね狭いんです。嫌な思いをしたくないから先を読んで、こういうふうにしよう、ああいうふうにしようっていうふうに考えるんですけど、それでも嫌なものに誰も触れてこないなんていうことは無理なので、なんかね、結局 HSP 同士でも、ちょっとしんどいな、嫌だな、みたいな風にね、なることは、多々あるな、っていう風に思います。で、この、なんて言うんですかね、自分が嫌だなって思うことに対して受け入れられないなっていう風に思うことに対して、できる対処法っていうのが、なかなかないよな、って 思うんですよ。ね、もちろん人がどう思ってるかを気にするなんてもう本当にね、人生の、浪費でしかないので、叶姉妹のようにね、気にしないで生きていければね、いいんですけど、まあでもおそらくなんですけど、叶姉妹も HSP の可能性もあると思うんですよ。知らないですけどね。 HSP だけどもその特性とうまく付き合うっていうことができれば、なんていうんですかね、まあ、自分のこう生活が楽になると思うので、まあ、そこをね、なんかうまくこう、自分の特性を分かった上で人と付き合うみたいなことができればいいなーって 思うんですけどね。VR チャットやってて、私が HSP で困るなって思うのは、まあ、HSP と感覚過敏って定義的にはちょっと違うんですけど、両方持ってる人が、まあ、多いので、一緒に話しますが、私は感覚過敏も一緒に持ってるんです。で、一番困るのは聴覚過敏で、普通の人だったら何でもない刺激がすごく大きく感じるんですね。どういうことかっていうと、まあ、何人か複数で話してると、一人一人の音量が同じに聞こえちゃうんですよ。だからこう、なんていうんですかね、誰が話してるかもわからないし、話の続きも全然こう頭に入ってこないぐらい音が強調して聞こえてくるんです。なので、私はね、インバイトにこもってる民なんですけど、1対1か、やっぱ2対1ぐらいじゃないと話がね、できないんですよ、落ち着いて。で、やっぱりどうしてもこう、刺激が強いと、不安が強くなってくるというか、落ち着かなくなってくるんですね。なので、ちょっとそういう場を避けてるっていうのがあります。で、まあそういうところが困るところかなと思うんですけど、あとはですね、まあアバターを着てるので、まあ目の動きとか、雰囲気っていうのがリアルよりは抑えられるので、読み取る情報がそこまで多くないっていうのは、ある意味助かるんですけど、反対にですね、ちょっとした、アバターのこう、微妙な動きとかで、気持ちを読み取ろうとしちゃうところがあるんですよね。なので、なんかニコニコね、こういう顔してたらわかんないと思うんですけど、ニコニコしてたら、この人、アバター笑ってるけど、なんか本当は、どう思ってるんだろうなとかね、余計に不安になりがちになっちゃうところはありますね。あとは、まあ、さっきの話が聞き取れない以外にも、その大人数で集まると嫌だなって思うのが、私は、この人にとってはこういう付き合いがあまり嬉しくないんじゃないかなとかね、結構過剰に心配したくなっちゃう。それやりたいんですよね。好きな人には気持ちいい状態でいてもらいたいので、気にしたい。自分で好んで気にしてるんですけど、こういう状態が気持ち良くないんじゃないかなとか思うとすごい心配になっちゃうんですよ。だからつまり話の合わなそうな人とかがですね、一個のインスタンスに来るとなんかもう落ち着かないんですよ。ああ、きっとこの人こういう話題とかイラってしちゃうだろうなとか思っちゃって嫌なんですよね。で、話がそれるんですけど、この間なんか外国人の方が、日本人がなぜ外国人を排斥するようになったかっていう、YouTube の動画を出して、まあ、それが和訳されたので私もね、拝見したんですけど、その外国人の方がね、すごい、あ、考え方違うなと思って、びっくりしたのが、VR チャットの良さって、毎日毎日違う人と会えるところにあるのに、日本人は、まあ、そういった一部の外国人から嫌がらせを受けることによって、フレプラにこもるようなっちゃったから、全然出会いが広がらなくてかわいそうなんだよみたいなことをね、言ってて、私はそうは思わない
私はどちらかというと、毎日毎日違う人に会ってたら、この人どんな人なんだろう、どういう話題が嫌なんだろう、どういう話題が好きなんだろうとかね、気になっちゃうんで、気になっちゃう人も一握りなんですけどね、それでも私結構こう頑張ってこの特性と付き合ってるんで、興味を持つ人しか気にしないっていうふうに決めてるので、全員のことは気にならないですけど、ただまあその出会った人で、あ、この人面白い人だなって思ったら、なんかね、毎回ね、いろいろ些細なことが気になっちゃって、友達も混ぜたくないし困っちゃうんですよ。なんかそんなね、なんか私は毎日毎日違う人とは話したくないんですよね。でもまあその人はいつも同じ人としか話せないなんて、かわいそうみたいなね、そういう発想なんだなと思ってね、それは面白いなと思いました。まあなんか海外のパーティー文化とかともね、通じるところがあるのかなと思います。ちなみに私は海外生活してて、あの文化が本当に嫌いでした。もう何かといえばパーティーパーティー、毎回知らない人と会って、元気、何してるの、どんなことが好きなの、あ、そうなんだ、じゃあまたね、みたいな、この会話をですね、かける無限回やるわけですよ。これ何が楽しいのと思ってなんか ね、私別にネクラだとは思わないんですけど、やっぱりこう不特定多数の人と話すはちょっと刺激が強すぎるので、ちょっと苦手かなって思います。特にね、私は聴覚過敏なんでね、触覚過敏の人とかは、タグがね、すごいチクチクして気になるとか、シーツの、手触りが、もうちょっとこうじゃないととかね、結構気にする方とかいると思いますし、味覚過敏の方もね、微妙な味の違いとかをね、気づいちゃって、こういう味だと嫌だっていう風になっちゃったりとかね。これもまあ、一説によると過敏なんじゃなくて、未発達じゃないかっていう風に、言われてたりもするらしいんです。で、ちなみに私もそう思います。この聴覚過敏は、過敏っていうよりか、うまく発達できてないんだろうなっていう、その音の遠近とかもよくわかんなかったりしますしね。なのでそういった感覚過敏とか、まあそういった HSP とかっていうのは、うまく発達、まあ、ちょっとデコボコした発達がある結果なんだろうなっていうふうに思っているので、そのデコボコをどう補っていくかっていうことを考えるべきべきって言ったらまた怒られちゃう考えていった方がいいんだろうなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、その人付き合いに関してはね、なんか適切な距離を保つぐらいしかないなって悩んでます。あと HSP の中にも、HSS 型っていうのがあるっていう風に言ってる人がいるんですね。それはなんだっけ、刺激追求型っていう風に日本語で訳されるんですけど、HSP だから、こう、刺激がね、強く感じちゃうから、内側にこもってるのかと思いきや、傷つきやすいのに、その傷つきやすいに鎧も被らない状態で、興味があることにバーって言っちゃうみたいなね。そういう人のことを指すんだっていうふうに言ってましたけど、まあ、ADHD と併発してる方とかはこれに当てはまるのかなっていうふうに思います。刺激に弱いんだけれども、刺激を求めていっちゃう、私もねそれなんですよだからこう人とちょうどいい距離を保っておかなければ、自分が大変になっちゃうってことも分かってるんだけれども、その面白そうって思ったことにこう飛びついていっちゃう、それが、止められないんですね。だからね、もうこういうのはしょうがないんだなって思って、根気強くね付き合っていくしかないと思うんですけどまあ私はそういった意味で距離感をですね、まあなんていうんですかね、こう自分が心地いいと思う距離と同じぐらいの距離感で付き合える人っていうのを探していけたらいいかなって思ってます。このね、カノ姉妹のラジオを教えてくれた友達とかがまさにそうなんですけど、もう10代の頃からの付き合いですけど、まあ、彼女は他人にあんまり興味がないっていうのも大きいんですが、すごく距離感のある付き合いをしてくれているので、もう何十年もね付き合いが続けられていっています。なので、まあ、友達作るのにも困ることもね、 HSP だといっぱいあるんですけど、助かることもいっぱいあるので、喜びがね大きいんですよ。自分の好きな人が喜んでくれるとね嬉しいんですよ
なのでね、人付き合いとかは、やめずにこのまま行きたいなっていうふうに思うんですけど、まあできるなら京子さんのようにね、美香さんのようにね、不特定多数の人のね、言うことなんてね、何を気にすることがあるのっていうマインドで調子がいい時も悪い時も 行きたいなと思います。私は今ちょっと調子が悪いですね。今ちょっと気になる時期ですね。っていうお話でした。はい。なんか HSP の人の中にもいろんなタイプがあるので、まあ私はね、YouTube 撮りながらあれですけど、人に関心を持たれることがね、ちょっとあんまり好きじゃない、怖いと思ってるんですけど、また違った HSP のお友達は注目されるのが好きっていう風にね言ってるんですよ。まあ悪い意味で注目されるのは嫌だけどもっていう、ね、話でね、ちょっとそういうこともね、なんか聞けたらいいな、どういうことなのかなってね、ちょっと気になってるんで、聞けたらいいなとかってね思ってます。はい、ということで今日は長いかつ早口の話になりましたけど、カノン姉妹のファビュラスワールド、よかったら皆さん聞いてください。めっちゃ面白かったです。ではまた。